どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京都墨田区にあります李松丹湘菜館さんに来ております。こちらはですね、皆さん中華料理といえばね、いろいろ麻婆豆腐とかいろいろイメージすると思うんですけども、まあね、中国広いです。地方によっていろいろな料理が楽しめるんですけども、まあ皆さんイメージされるようなね、中華料理って麻婆豆腐とかに関しては、まあ唐辛子と山椒、ホワジャオ、中華山椒を使った、まあ、四川料理、まあ、四川省、中国成都の四川省の四川料理が、まあ、イメージつくと思うんですけども、まあ、その中国の中でも湖南省と言われる地方がですね、結構辛い料理を出しているということで、こちらに関しては山椒は使わないで唐辛子のみで結構辛みを出しているということで、湖南料理もなかなか激辛な料理が多いということで、今回ですね、その湖南省を代表する激辛料理を紹介させていただきたいかなと思います。それでは中に入っていきましょう。レッツゴー。日本には数少ない中国八大料理の一つである湖南料理のお店、李松丹湘菜館。暑い地域湖南省の郷土料理で、唐辛子や各種スパイスを使った独特な中華を食べることができます。今回食べるメニューは湖南省を代表する料理、タイの釜の唐辛子蒸し。使用する材料はタイの頭。これに大量の唐辛子やその他香辛料を煮込んだものをたっぷりかけていきます。辛さ増しになるとさらに唐辛子を足していく。続いて蒸し器で25分ほど蒸していきます。最後にパクチーを振りかけたら完成。さあ、お手並み拝見。はい、というわけでやってきました。こちらがタイの釜の唐辛子蒸し、辛さ増しでございますと。見た目見てください。もういかにも激辛そうですけれども、まあ、こちらが、中国湖南省を代表する、伝統的な、ね、湖南料理でございます。見ての通りやってたっぷり唐辛子を使ったメニューなんでね。それいきましょう。いただきます。さあ、タイの釜の唐辛子蒸し、お手並み拝見ですよということで、じゃあちょっとこの辺のスープとかちょっといってみましょうか。いただきます。タイの出汁が効いてますね。出汁スープうまい。これはうまいな。香ばしい、うまい、そして辛い。タイの頭なんでね、骨が多くて食べづらいんですけども、ちゃんと身があって美味しいですね。ご飯に合います。これはいけるぞ。タイの目です。どんな味するか。プルンプルン。味付けもちょっと塩辛くしてあるんでね、ご飯との相性もバッチリですね。これはいけるぞ。このタイの釜の唐辛子蒸し、これ人生で2度目なんですけども、ここも美味しいね。うまい。これタイの目。
これ締めの麺みたいのあります？はい、あ、それはミーフンです。ミーフン、あー、じゃあミーフン1人前。ご飯食べ終わっちゃったんで、残りのね、唐辛子とこのタイの身と身にですね、こちら締めのミーフン、まあ、米で作った 麺ですね。これを、まあ、締めとしてこれの中に入れて食べるのが、まあ、あの通というか湖南省流の食べ方だそうなんでね、これをちょっとこっちに移動させて食べたいと思います。香りがいいね、きしめんのような。スパゲティのような、きしめんのようなもちもちした食感ですね。ごちそうさまでした。なんとか完食することができました。まあ、ちょっとあの魚の骨が多かったんでね、結構食べづらかったと思うんですけれども、まあこのタイのね、出汁が非常にこのスープに染みて、ちょっと塩辛いんでね、ご飯、白いご飯と、まあ、麺に合うかなと。ちょっと単体で食べるんだったら、まあ、酒のつまみにもいいかなと。いった感じです。それでは本日の辛さレベルを発表していきましょう。タイの釜の唐辛子ソース蒸し辛さ増し辛さレベルじゃらららじゃん辛さレベル7です。7でございます。四川料理ね、麻婆豆腐とかちょっと、飽きたなと思う方はですね、ぜひちょっとこの湖南料理ぜひチャレンジしてみてください。おすすめです。ということでね、今回も激辛やってきましたけれども、今日も行きましょうか。変なコメントが来てるんで、ちょっと紹介していきたいかなと思います。ペンネームとんがらし激辛さん、逆モヒカンがもう一度でいいから見たいと。どうするか。食べ物を紹介するチャンネルにこう頭モヒカンで全部こっちに目がいっちゃって全然集中できなくなっちゃいそうなんでやめます。ペンネームタイガマコトさん、激甘ジョニーレベル8激辛だ。ペンネーム高木地さん、おいでやすおいでやす。